ロベール・デ・スノスは、フランスの詩人、放送作家、映画、音楽評論家、ジャーナリスト。ダダイスム、シュルレアリスムの運動に参加し、アンドレ・ブルトンに、シュルレアリスムの予言者と称されたが、1929年の第二宣言により離反。1933年に、ファントマ新シ,シリーズの宣伝のために、アレホカルペンティエル、クルトバイル、 アントナン・アルトーと共同で制作した、ファントマダイ・アイカが成功を収めたことを機に、ラジオ番組の制作、音楽、映画評論の執筆に専念。タイド独レジスタンス運動に参加し、ゲシュタポに逮捕され、テレージエンシュタット強制収容所の解放直後に死去した。1900年7月4日、ロベール・ピエール・ベスノスとして、 パリ11区、リシャールルノワール大通り32番地に生まれた。ロベールピエールは、音が、ロベスピエールに通じるため、後のシュルレアリスムの催眠実験で、ロベスピエールと何度も書きつけるなど、この革命家と、神秘的な結びつきがあると主張していた。デスノス一家は、パリ2区レアール地区のサンマルタン通り、ついで4区のロンバール通り、リボリ通りへ越したが、いずれも、 商人や職人が多く住むパリの下町で、父リュシアンは、エミール・ゾラが、パリの胃袋と呼んだ、中央市場の卸売業者で、肉の助役を務めていた。レオン・レルミット作、レアール少年デスノスは、プティ・パリジャン・ガミや、プティ・ジュルナル・ガミの付録として刊行された、漫画新聞、レパタンや、ラントレピッド、ギュスター・ブ・エマールの冒険小説や大衆小説を、愛読した。 とりわけ、後に、彼の仕事に直接影響することになる、怪盗ファントマのシリーズ、一世を風靡したピエール・スーベストルとマルセル・アランの大衆小説、ファントマが新聞に連載されたのは1911年から13年にかけてのことであった。また、映画の創世期であったため、ファントマをはじめとし、これまで、本の世界にしか存在しなかった冒険を視覚的に、 体験できるようになった。デスノスは、このように、子供の頃から神媒体以外の音や、映像の世界に親しんでおり、後に放送作家や映画評論家としても活躍する彼の背景となっている。父は商業を勉強して、家業を受け継ぐことを望んでいたが、早くから詩人を志して、コレイジを退学。職を転々としながら、独学で教養を身につけ、 特にビクトル・ユーゴーの小説やシャルル・ボードレールの詩を単独した。1919年からジャンド・ボンヌフォンに支持し、秘書を務めた。ボンヌフォンは反教権主義的カトリック教徒を自称して、政教分離を支持し、また出版社を設立して、複数の文学雑誌を主催した人物である。同年、前衛雑誌トレデュニオンに初めて数編の詩を発表した。 ギオーム・アポリネールの影響が伺われる詩であった。また、文学、政治、芸術、ユーモアを副題とする、社会主義的な雑誌、トリビューヌ・レ・ジューヌなどにも発表し始めたが、デスノスの初期の詩は、アポリネールに限らず、ボードレール、ローラン・タイヤード、ジェルマン・ルーボー、アルチュール・ランボーなどの高等派、象徴主義の影響の強いものであった。 第一次大戦後のパリでは、新しい芸術、文学運動が、次々と起こったが、中でも重要なのは、規制の価値の破壊やブルジョア的な社会秩序の回覧を、目指すダダイスムの運動であり、アンドレ・ブルトンと1919 19年に、活動の場をチュリヒからパリに移したトリスタン・サラが、中心的な役割を果たしていた。この頃出会ったほぼ同い年の詩人で、 1920年に、ブルトンに出会ったばかりのバンジャマンペレを介して、運動に参加しようとしたがかなわず、おまけに長兵年齢に達していた。デスノスは兵気に服し、オートイコールマルヌケンショーモンの部隊ついでモロッコの部隊に配属された。マンレー撮影のマルセル・デュシャンの女装肖像写真、プローズ・セラビ1年間の兵役を終えて、パリに戻ったとき、 すでにダダイスムの運動は終焉に向かっていた。主な原因は、ブルトンとサラの対立、決裂であったが、一方で、ブルトン、ルイ・アラゴン、フィリップ・スーポーが1919 19年3月に創刊し、一時はダダイスムの機関誌でもあった、文学雑誌、リテラチュールが次第にダダイスムから離れて新たな方向を模索し始めていた。 デスノスは1922年9月のリテラチュール誌第4号から詩を発表し始め、1924年6月の最終号まで毎回寄稿した。特筆すべきは同誌に、マルセル・デュシャンがローズ・セラビの偽名でアフォリズムや言葉遊戯の詩を書いていること、そしてデスノスがこれを受けてプローズ・セラビと題するアフォーリズムや言葉遊戯の詩を書いていることである。 例えば、賢人の解決策とは、ページを汚すことなのか、プローズセラビは知りたいと思う、愛、成功意という、このハエドリカミは、柔らかい布団を固くするものなのかどうか、ローズセイラビーバウドレートビアンサボアシエルアモール、セット、コレアムーシュ、レンドプラスデュアーズレモレカウチズ、などである。さらに重要なのは、1922年11月の、 リテラチュール誌第6号に霊媒の登場と題する報告書が掲載されたことである。これは同年9月に行われた催眠実験の報告書でデスノス、ペレ、ルネ・クルベルが被験者になり催眠状態に入った3人が他の参加者の質問に答えるという霊媒実験を模した試みであった。ブルトンとスーポはすでに1919 19年に フロイトの自由連想法の影響を受けた、自動記述、すなわち、理性に制御されない純粋な思考の表現を試み、翌1920年に、自動記述による、磁場を発表していた。デスノスは遅れて参加したとはいえ、自動記述、催眠実験、夢の記述などシュルレアリスムの、あらゆる試みにおいて自由自在に止めどなく語り、詩を書き、素描を描いた。しかもそれらは、 音楽性のある表現であった。ブルトンは、デスノスのデペーズマンの力を称え、シュルレアリスムの予言者であるとし、シュルレアリストの中でも、最もシュルレアリスムの真実に近づいた人間だと、表した。リテラチュール氏が習慣となった1924年は、シュルレアリスムの運動が正式に発足した年である。パリ7区のグルネル通りに、 シュルレアリスム研究所が設立され、シュルレアリスム宣言が発表され、さらに同年末には、文芸史、シュルレアリスム革命が創刊された。この運動の重要なテーマをすべて取り上げ、ブルトン、アラゴン、スーポー、クルベル、ペレのほか、ポール・エリュアール、アントナン・アルトミシェル・レリス、レーモン・クノー、ジャック・バロン、ピエール・ナビル・らが主な寄稿者で、芸術家では、マック・ス・エルンスト、 アンドレ・マッソン、ジョルジョ・デ・キリコ、ルネ・マグリット、フランシス・ピカビア、マンレーエン、デュシャンらが作品を掲載した。本誌は1929年12月15日の第12号をもって習慣となったが、デスノスは総刊号から第11号まで毎回寄稿し、その多くがリテラチュール詩掲載の詩と同様に言葉遊戯を駆使したユーモラスなものである。 同志掲載の詩は、岩屋国詩編、シュルレアリスムの箱書集の、亡霊の日記を除いてほとんど翻訳されていないが、1927年に、代表作の3文、自由か愛かを発表し、1930年には、それまで雑誌に発表した詩を、肉体と幸福として出版した。一方、アラゴン、ブルトン、エリュアール、レリース、ペレ、デスノスラのシュルレアリストは、 次第に共産主義に傾倒し、アンリバルビウスが1919 19年に発表したクラルテを契機として共産主義知識人らが起こした国際的な反戦平和運動の機関紙クラルテに寄稿するようになった。デスノスは1925年11月の第78号にシュルレアリスムの革命的な意味と題する記事を掲載している。しかし、 共産主義との関わりは、この後、次第に運動内の分裂の契機となり、ブルトン、アラゴン、エルアール、ペレが共産党に入党したのに対して、デスノスは、スーポー、アルトーと共に政党に関わることは拒否し、シュルレアリスムの活動と並行して、ジャーナリストとして、パリソワールガミル、ソワールガミパリマティナルカミルメルルガミなどの大衆紙にも寄稿し始めた。 イボンヌ・ジョル・ジュデスノスは、モンパルナス・ブロメ通りに住んでいた。モンパルナスは、当時、1900年代から1910年代にかけて、前衛芸術、文学の中心であったモンマルトルから活動の拠点を移した、前衛芸術家、文学者が多く住む地区であったが、とりわけ、ブロメ通りには、パブロ・ガルガー・リョとジョアン・ミロの共同のアトリエや、アンドレ・マッソンのアパートに、 多くの芸術家や文学者が訪れていた。デスノスはアンティル出身の黒人が多く集まるダンスホール兼ジャズクラブで狂乱の時代と呼ばれる1920年代に前世を極めたブロメ通り33番地のバルネーグルからほんの数メートルのところに住んでいたためバルネーグルの常連でありここでベルギー生まれの歌手のイボンヌジョルジュと出会った。 坂口安吾が絶賛し、黒刀やサティを刺激し、早川摂州とも共演したことがあるという女性だが、1930年に34歳で溶接した。現在残っているアルバムは1枚だけだが、デスノスは、彼女の声に魅せられて、音楽評論を書き、死に歌っている。とりわけ、あまりに君を夢見たので、謎の女絵に歌われる女性であり、万例の映画。 人での脚本は、デスノスがこの、謎の女について書いた詩を翻案したものである。15分ほどのこの無声映画は、マンレの愛人、モンパルナスの危機が、謎の女を演じ、デスノスも、最後の場面に姿を見せる。一方で、上述の共産党入党をめぐって、シュルレアリスム運動内に分裂が生じ、他方で、デスノスのジャーナリズム活動や彼の詩の、 序状的な傾向がブルトンらに批判されたことからデスノスは次第にシュルレアリスムから離れていった。こうした分裂は1929年にシュルレアリスムの政治的な立場を明確にした第二宣言が発表された時に決定的なものとなりデスノスのか、アルトスーポー、レリース、マッソン、ピカビアが脱退した。1930年には ジョルジュ・バタイユを中心に、元シュルレアリスト20人が参加して、ブルトンと彼を中心とするシュルレアリスムを批判する、小冊子、死骸が刊行された。20人のうち5人は、これも、バタイユとトロカデロ民族学博物館の副館長ジョルジュ・アンリ・リビエールによって1929年4月に創刊された、考古学、美術。 民族史学の学術雑誌、ドキュマンの寄稿者であった。ブルトン批判の市外寄稿者、かつ、ドキュマン式校舎者であったシュルレアリスムリハン社は、デスノス、レリスらである。とはいえ、デスノスは、この頃、民族学者としても活躍し始めていたレリスと違って、ドキュマン氏に頻繁に寄稿していたわけではない。しかも、同志は早くも、 翌1930年に習慣となった。デスノスは、以後、音楽評論、映画評論を多く書くようになり、また、試作は続けていたものの、その傾向は生まれ育った下町の文化や、民衆言語への関心に基づく、より庶民的なものへと変わっていった。1928年のキューバ旅行は一つの転機と、あった。ルンバのようなパリでは、馴染みのない音楽に惹かれ、 また、アレホカルペンティエルと出会ったことで政治への関心を深めた。カルペンティエルは同年、フランスに亡命し、以後、活動を共にすることになる。デスノスが1926年から1927年に、かけて書いた550行の調子、あいなき夜ごとの夜は、音楽的な要素の強い助上詞であり、1930年にアンベールで刊行されたが、 販売はせず、1942年の財産に収められることになるが、この詩の一部に、イブ・モンタンが曲をつけて歌っている。また、アルティュール・オネゲルやアンリ・クリケイコール・プレイエールの映画音楽の歌詞も書いている。デスノスと、ゆき1929年の世界恐慌の影響で、デスノスは生計を立てるために、ジャーナリズムにますます深く関わるようになった。 藤田嗣口の妻で、彼が、バラ色の雪のような肌から雪と名付けたルシー・バドゥに出会い、1931年から生活を共に、することになった。1934年に、二人は、パリ・ロック・マザラン通り19番地に越し、1944年に、デスノスが、ゲシュタポに、逮捕されるまで共に暮らした。ここで毎週土曜の、 マザラン通りの土曜の会と呼ばれた集まりには多くの作家や芸術家が参加した。当時パリに住んでいたヘミングウェイやカルペンティエルが招かれたほか、ミゲル・アンヘル・アストリアス、レオン・ゴントラン・ダマスなど当時まだほとんど無名であった外国人作家らとも親しく、レリスはデスノスは普遍主義的精神の持ち主であったと語っている。 デスノスとユキが住んでいたパリロックマザラン通り19番地に、ある名盤ケシュタポに逮捕され、強制移送された。進歩と正義の自由への情熱にあふれた人であったが、ためにシスと書かれている。1933年、フランスにおけるラジオ放送の草分けとして知られるポール・ドゥアルムからの誘いで、ラジオ番組の制作や宣伝を担当。同年11月3日、 ファントマ新シリーズの開始に伴い、ファントマ大愛歌を制作し、大成功を収めた。これは、大衆小説、ファントマの第2弾が、マルセル・アランによって11月3日から、プティジュル・ナル・ガミで連載されることになり、この宣伝のために、12話からなる連続ドラマとして、制作されたものである。デスノスの作詞に、クルトバイルの作曲、 アントナン・アルトーが演出を担当して、ファントマの役割も兼ね、音楽監督は、アレホカル・ペンティエルであった。新聞連載第1回の11月3日に合わせて、宣伝のために、ラジオパリで放送された、ファントマの夕べは、歌手、俳優、朗読、演奏家、約100人が参加し、準備に数週間を要するほどの大規模なものであった。ファントマ大愛歌の成功により、以後、 デスノスは、フォニーリック番組という文学番組担当として、正規に雇用されることになった。カルペンティエルも引き続き彼の番組の音楽を担当した。デスノスの番組は、世界各国の文化を紹介し、クラシック音楽から、シャンソン、バラエティ番組まで、パスカル、ライプニッツから、お化け屋敷、方言まで多岐にわたるジャンルや話題を取り上げた。また、 シュルレアリスム時代からの夢の記述への関心から、視聴者から夢に見た話を募り、夢という番組を組むなど、新しい企画を取り入れたことも成功につながった。一方で、ファシズムの台頭、スペイン内戦などに危機感を募らせ、国際革命作家同盟のフランス支部、革命作家芸術家協会に参加し、アラゴンが編集長を務める同協会の機関紙。 コミヌンおよび共産党の機関士、スソアールに寄稿したり、同じくアラゴンが事務局長を務め、人民戦線の様々な文化団体が参加していた、文化会館の活動に参加したりと、次第に共産党の活動に関わるようになった。また、1937年に人類博物館を創設したポール・リベガ会長を務める、反ファシズム知識人監視委員会に参加。 あとに、タイドクレジスタンス運動の一つの重要な拠点となる。この博物館の創設時には、これを記念して、デスノス作詞、ダリウスミヨー作曲の人類博物館の落成式のためのカンタータが発表された。1939年9月に第二次大戦が勃発し、デスノスは動員された。1940年5月にドイツ軍がフランスに侵攻。 6月22日には、独仏休戦協定が締結され、パリを含むフランス北部は、ナチスドイツの占領下に置かれた。1942年11月に、ドイツ軍は、南部のビシイ政権下の自由地域への侵攻を開始。この間、デスノスは、ユキと共に、パリに泊まり、タイドクレジスタンスに参加した。ラジオ番組の制作を中断せざるを得なくなり、 1940年9月にアンリ・ジャンソンによって創刊されたオージュルデュイ神の記者を務めたが、ジャンソンはビシー政権を批判し、ドイツ軍の反ユダヤ主義に抵抗して編集長を辞任。ジャンソンの仕事を引き継いで、しばらく記者活動を続けたが、やがて同志を離れて地下活動に入った。ミシェル・オラール陸軍中佐が結成したレジスタンスグループアジャルに参加し、 地下出版の新聞に秘密情報を提供する役割を担い、また、ユダヤ人やレジスタンス運動化のために身分証明書を偽造する活動にも参加した。一方、試作を再開し、30年代に書かれた詩を編纂した財産、詩と歌や音楽を組み合わせたリフレインによる覚醒状態、子供向けのお話歌、隠語によるソネット。 アンドロメダとの入浴などを観光。さらに、1943年には、ポール・エリュアールが編纂したレジスタンスの詩人22人の作品集、詩人たちの名誉に遺産、戦争を憎む心、翌年観光された第2部、欧州編には、シャンジュハシの夜回りなどを偽名で発表した。1944年2月22日の朝、 マザラン通りの自宅でゲシュタポに逮捕された。フレンヌ刑務所に収容された後、コンピエーニュのロワイア流収容所に移送され、4月27日に、レジスタンス運動家専用の列車で、アウシュビッツ強制収容所、ついでブーヘンバルト強制収容所、さらにフロスセンビュルク強制収容所、最後に2週間に及ぶ死の更新の後、1945年4月14日に、 テレージエンシュタット強制収容所に到着した。収容所は5月9日にソ連赤軍によって解放されたが衰弱しきってチフスを患っていたデスノスは6月8日に死去した。最後に立ち会ったのはかつてパリで知り合った二人のチェコ人医学生であった。去年44歳、モンパルナス墓地に眠る。なお、死亡時に医学生の一人が 死亡時に発見したという最後の歌は没後作品集に収められ、フランシス・プーランクが作曲するなど、一時は代表作の一つとみなされたが、実際には上述のイボンヌに捧げた、あまりに君を夢見たのでの最後の部分と告示しており、実際にデスノスが書いたものかどうかは不明である。デスノスの遺界を前にしたエリュワールは、デスノスの死は勇気の死だ。 自由の思想が凄まじい炎のように走っていると語った。翻訳補足、ありがとうございます。